リオさん日本代表に意味不明な主張をしてサポを困惑させてしまう。すごい奴が出てきたら、ローテーションなんかしていられない。すごい奴が出てこないからこそ、こんなわけのわからないローテーションばかりしている。大阪を呼べ、無双を代表に呼んでもおかしくない。これに困惑するみんなの反応。プーリオさんはタイムマシンでも持ってて、ワールドカップ本戦時の大阪選手の状態でもわかっているのかな？年齢から今後のことを考えたら今ではないですよね。結出した子に頼るチームは対策されたら終わりますからね。大会フォーマットが変わり長距離移動も上される次大会でローテーションしないのはありえない。プーリオは目の前のことしか考えてないんだろうな。プーリオは J リーグ大好きだよね。